背中の贅肉が気になる人はやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ででーん、はい、バランスボールを使ってですね、背中の贅肉を鍛える方法を紹介します。今回たったの10回だけでいいので、一緒に頑張ってもらえたらと思います。背中の贅肉鍛える際にですね、しっかり肩を丸める、胸を張る、肘を引くっていうことをね、繰り返さないといけないんですけども、マシンが家になかったり、重りを使ってもうまく意識ができない方はね、今回の動画がおすすめです。では説明します。で、まずバランスボールの横を持ちます。指は下に向けて、真横よりも少し上ぐらいの幅を持ってください。で、この状態でまず肩からかかとまでまっすぐなるようにキープします。この時に腰がこのように反れないよう、お腹を引っ込めて、腰をしっかり丸めて、お腹を締めた状態でまずキープしてください。ここからゆっくり体がボールにぶつかるまで降りて、ぶつかったらボールが潰れますので、潰れた反動で体をまた持ち上げます。ちょっとやってみます。体がボールにぶつかった時に肩甲骨を寄して、また肩甲骨を丸めます。降りたら丸める、降りたら丸める。この降りた時にしっかりね、肘を後ろに引いてください。肩甲骨をしっかりグッとね、寄せる感じでボールにぶつかって寄した肩甲骨を丸めます。これを今から10回一緒にやっていきましょう。ではいきます。はい、お疲れ様でした。ボールがね、まだコロコロと転がっておりますが、今みたいにですね、しっかり肩甲骨を寄せる、また丸めるっていうことを繰り返すことによって、胸のストレッチ、肩甲骨の周りの筋肉を使うことができますので、背中の下着の下とかに溜まってしまう贅肉が気になっている方は、今回のエクササイズをやってもらえたらと思います。降りるときに肩甲骨寄しますんで、胸がね、しっかりストレッチにもなります。そうなってくると肺が広がりやすくなりますから、例えばデスクワークでいつも肩がね、内巻きになっている方とか、そういった方にもね、これはおすすめです。10回やった後にね、しっかり呼吸がね、大きく入ってくるのも感じると思いますんで、呼吸が浅い方、背中の贅肉気になる方はやってもらえたらと思います。ということで、今回背中の贅肉に効くバランスボールエクササイズでした。頑張った方、勉強になった方は、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。 SNS などもね、シェアよかったら頑張ってしまえたら、タートル広がりますんで、もっとたくさんの方に見られて意欲が増しますので、ぜひご協力ください。ということで、今日もご視聴ありがとうございました。